しゲーマー草木ひなのズバリ人さん。はい、やってまいりました。この時間シャラップアンドスケートエピソード67。これ前怒られたから全部僕はあんまりうるさくしないのですね。はい、毎回毎回ゲストをお呼びして嘘か本当かわからないような話をダラ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 と繰り広げるこの番組シャラップアンドスケートなんですけども、本日のゲスト、今までで一番ヤング、そして一番もしかしたらビッグ、大物のゲストが来てくれました。来てくれましたというか、まあ、出向いたんですけど。はい、ズバリ初のオリンピアン草木ひなの、お願いします。はい、そして今日の収録場所の家主、またまた登場してもらいました。エピソード60に出演してくれた富川聡太。はい、ね、ここ茨城県なんで茨城県といえば必ずこの人はいます。ケンジ田中。必ず言うわけではないけど、はい、ちょっと危なかったけど、ね、今日も茨城を代表するスケートパークアクシスからはりんたろー。お願いします。はい、そして部屋の端っこの方には純奈ちゃんが見守ってくれて始めたいと思います。なんか言えよ。はい、お願いします。はい、もうね、ソータンちなんであんまりでかい声でうわーとかできませんが、その辺は多分ストーン D がね、効果音 S 入れてくれるので大丈夫かと思います。はい、まあ、前回ね、エピソード60でソータ&ケンジ君で話しまくってね、もう4時間ぐらい喋ったね。はい、最後の方はケンジ君も路列が回んなくなって、はい、でソータはもうなんかエピソードが出すぎて編集も大変だったか分かんないけど、まあ人気の回となったんですけど、その回で話にも出てきたね、ひなのね、はい、出てきてました、その回にも。ひなのの金をみんなで取っちゃおうっていう計画を。そっから始まったの。そういう話で、なんで一人暮らししてんのっつったら、ひなのってやつがいてよっつってそうなったので、今日はじゃあひなのをいじり倒して、まあどこまでいじったら怒るのかと、ギリギリをギリギリを攻めてみてたので、ね、危ない危ない。準備いいですか、ひなの。いや、頑張ります。はい、今日はね、もうひなののコーチですからね。はい、はい、富川聡太。そしてね、この間、アメリカに連れてた引率者、はい、凛太郎ね、引率してたよね。どこでしたっけ、何の大会でしたっけ。ポートランドでやってたロックスター、あのドリンクのロックスターのイベントですね。はい、引率者としてついていった。はい、はい、ポートランドに。そうですよ、大変でした。ポートランドといえば入国からいろいろなんかありますよね、いろいろ思ってた、ね、皆さんそれぞれにですね。で、そしてスケボーを思ったり、なんかいろんな違うことも思ったりありますね。まあ、いるでしょう、きっと。そう、そんなオリンピアンの名前だけでかっこいいね。小さい頃から見てきたケンジ君もいますから、はい、もう保護者だらけみたいな、はい、状況でスタートしていいですか。はい、お願いします。大丈夫です。いやー、オリンピアン取り扱い注意ですからね。そうですね、はい、あ、何個 P が出るんだ。本当ですよ、全部 P にした方がいいんじゃない放送やめる。俺の、うん、俺の名前も全部 P にしたとりあえず収録はするけど、うん、放送しないんで。放送しない。1時間 P を流して、ね、全部 P だった。全部喋れませんでした。だってひなのが出てるって。あ、じゃあ今ここからもまず P にしましょう。ひなのが出るってなったら、聞くやつらの層がさ、うん、俺たちも友達とかそういうのじゃねえじゃん。ああ、声ちっちゃいけど。いや、違うかもしれない。今回は中止でバーン。やめましょう、無理。いや、でも、ちょっと、来ちゃったけど帰りますとか言って。まあ、一番最初に言っておくと、この回の面白そうだなと思うところは、うん、混ぜるな危険の、うん、が混ざっちゃってるよっていう、うん、そうだね、そういうことになってるんで、 ね、その辺よろしくお願いします、はい、リスナーの皆さん。はい、で、ひなのはじゃあまあね、ゲストなんでね、やっぱスケボー始めたきっかけとかそういうのをね、いつも聞いてるんで、はい、オーソドックスにその辺からいきましょうか、はい、まだ全然喋ってないから、はい、
どうやってスケボー始めたんですか？スケボー始めたきっかけはお母さんが本当に少しやっていたので、自分がえ、お母さんスケボーしてたの？あ、そうなんです。今でも最近ちょっとやってるんです。そうなの？全然知らなかった。さっきすれ違ったけど。やってるんだよ。あと今日はね、やってるとか最近でもあんまりやらないから、ね、あ、そうなんだ。やれよとか言われたりとかして。嘘。昨日流星台でバックサイドターンしてました。あ、そう。マジ？僕一緒にだけど見てないよそれ。マジですか？受付でちょっとだけやったりするんだ。あ、そうなんだ。すげえいっぱいやったりとかしないで、でもちょっとだけたまにやったりする。今日のひなのお母さんの存在感といえば、このテーブルの上に並べられてるアボカドとタコのポキみたいなやつと、うん、そうだね、もやしのナムルと。きんぴらごぼう、きんぴらもでしょ、これ ね、 ね、 ね、その辺を作ってくれたという、うん、母ちゃん飯うまいんだね、うん、で、スケーターなんだ、そうなんだ、うん、昔、あ、ほんとちょっとだけなんですか、最近でももう作って7万円したんだな、あ、そうなんだか知らないけど、あ、でも今日作ってきてる、あ、今日は ね、 ね、で、お母さんのがスケーターで、そう、で、始めて、うん、始めたんですよ、初めて始めました。何歳ぐらいの時に？小学校2年の終わりぐらいですかね。8歳ぐらいとか。8歳ぐらい。9歳とか。そうですね。うん。そうだね。どこで始めたの？初めては覚えて公園。いや、初めて乗ったのは覚えてないんですけど、公園とかで乗ってましたね。お母さんが、自分がやっぱ小学校の時に公園とか行って遊んでる最中にスケートボード乗ってて、うん、私も乗りたいって言ってスケボーをバーンバーンって。あ、そうなんだ。お母さんなんだね。お母さんですね。最初のなんかこう、まあ乗った時のことは覚えてないかもしれないけど、はい、結構古いですね、スケボーの一番最初の記憶みたいな、なんか印象とか。チクタク頑張ってて、おーおー、進んだみたいな。そうです、そうです。ずっと後ろにしかチクタクで進まなくて。出た。初めそうなっちゃったりするんだよ。うん、それで、なぜか後ろに進む。なぜか後ろに。わかる。今見えてるから、ね、進みますかね、うん、逆に今考えると難しいよね。そうなんですね。だからどうやってたんだろうね。え、うん、あ、でもそれで前に進めて嬉しいとかみたいなのが最初の記憶。そうですね、お母さん、や、スケートボードが買ってほしくて、でお母さんに買ってって言った時に、うんうん、チクタクで私に勝ったらいいよスピードみたいな。やばいな。すごいね。それで勝ったんですけど、勝ったの？半年ぐらい買ってもらえなくて、うん、あ、約束、そうなの、約束違うじゃんって言ったんですけど、うん、買ってもらえなくて、うん、最終的にみんなの前でダダこねたら買ってもらえた、うん、みんなが買ってやれよみたいなやってくれて。みんなっていうのは、もともと違うで、うんうん、お母さん仲良くて最初始めて、スケーターと仲良かった。あ、そうなんだ。やっぱりボールやるってなったら、うん、パークスケータークソだとか言われましたね。あ、そうなんだ。Eパッドがダサいって言われて。なるほど、そういうあれがあったのね。厳密に言うと本当はダサいって。そうですね。まあそうですね、Eパッドはダサい。はい、デザインがダサくないかって言ったら、保護者とコーチにいきなり言われてる。それでもつけてでもやりたいっていう人は、まあ、止めることはできないけどね、やってくださいっていい、やらないよりはマシだからってね。俺もパートつけようと思うもん今はもう。でもすぐね、パッドがね、なくなっちゃった。形しかないアクセスにありますよ、現状。そうそう、なんかなくなっちゃったひなのに、ひなのに、なんか新しいの。そうだよね、なんかね、ひなのだったら、そう、お世話になってる人用に揃えてくれるの。今はある、今日 見たんだ、車の中で教えたあったな、設計した。でもなんか、今の話聞いてると、いきなりターニングポイントがあったっぽいんだけど、そのボールの方法をやりたいってなるタイミングが来るわけでしょ。はい。それ、何なの、それきっかけとか。師匠のガイ君から。おお、ガイ君が師匠なんだね。そうなんですよね、うん、そこですごいアクセスのパークで高いエアーとかやってるのを見て、はいはい、やーべー、かっこいいみたいな。岩下選手、アクシスは今のアクシス、古い。そうです、あ、今のアクシス。もう今のアクシス。古いアクシスの時はスケボーやってなくて、あ、今のアクシスになってから1、2年目ぐらいで始めましたね。あ、そう。アクシスって何年やんだっけ今。もうちょっとで10年。いや、でも昨日あさみさんが言ってたんですけど、確か来月で25年。あ、じゃあ昔からそう、ポータル。ちょっと待って、今話聞いてた。いや、新しくなってからだと。あ、確かに。そう。ちょっとついね。ちょっとね、今日はあれなんだね。前のとか、前は龍ヶ崎だっけ。そう。うん、今のところになって、で、10年ぐらい。まあそうですね。うん、この間、9年で、この間一緒にね、マジカルさんと一緒に。あれが9年の今、はい、今度10年。次は10年ってことだね。
じゃあその時からその 1,2 年だから、まあ、そのアクセスに通い始めてからは 7,8 年ぐらいってこと。そうですね、それぐらいだと思います。7年ぐらいですかね。だってね、あの冒頭で言いましたけど、多分一番若い、一番シャラップ史上一番ヤングなゲストですよね。高校1年生。はい。大丈夫ですか、こんなとこにいて。若い女のスケーターのやつに全部しちゃえば、俺たちとかじゃなくてね、平野の友達の若い女のスケーターとかに、なんかただ録音しとくみたいな、うん、変態ビデオみたいな感じ。それこそ細い。危ないな。1時間その場にいてもらうみたいな。そういうことにさ、めっちゃ金払ってるやつとかいるんだよね。ただの人の部屋みたいな偽物の部屋が作られて、そこで女子高生がただ過ごしてんのを高い金払って見てる。それちょっと危ないやつだよ。危ないけど。危ないライブ配信じゃないですか。いるのはすげえな。脱がせてみようとか、そんなやつね。で、口だけでね。だって音だけだから分かりやすいしね。戦略とかめちゃめちゃめちゃ。何の話になってきたんですか。じゃあまあ早速軌道修正しますね。はい、ね。じゃあひなのがスケボー始めたのは小学校2年ぐらいで、はい、でまあストリートチクタクやってたんだけど、ガイっていう人に出会いまして、はい、でボールとかぶっ飛ぶのがかっけえみたいになったり。なりました。あい飛びたかったね。ビョーンと。飛びたかったですね。うんうんスピード速く、スピードも速く出したかった。はい。うん。チクタクじゃ足んねえと。足んなかったです、うん。そのタイミングポイントがあってアクセスに通うようになって、まあ、そっからずっと今アクセス。そうですね、アクセスです。だよね。お世話になってます。まあだからでもそこでもう笠間とかは行ってないんだ。笠間最近全然行ってなくて、ちょっと苦手でパーク時代が。そうなんだ、ね。で、釘沼とかのが好きですね。だからそこで慣れ初めというか、ソータだったりケンジ君と会うわけじゃん、はいはい、レンタルもしかり結構あの VHS マグで多分草木名乗って検索したら ID、ね、出てきますよね。そう、あれ出てくるんだけど、あれのなんか Q&A の A の中に なんかね、次の日がなんかテストなんだけどケンジ君で夜中の2時までなんか勉強なんかしなくていいみたいなことを言われてたみたいなことあって、ヒラノ全然勉強できないって言ってたから、その時はできてたんですよ、ちゃんと。いや、しなくていいんじゃないまあなんか出会いとかその辺を聞いてきてんだけど、やっぱまずケンジ君がこの中では最初に出会った人みたいな感じ。あ、そうだね、そうだね、多分そうだと思うね。アクセス行ったら変な人いたみたいな感じ。もう本当に MGM クルーとケンジさんいて、すごい煽られてましたね、毎回。煽られてたというのは、あれやってみろ、俺やってみろって永遠に言われてました。小学生とかでしょ、その時。あ、もう小学生の時に。でもすごい勢いでスケボーしてたから、まあできそうだなっていうことを無理のない範囲で。無理のない範囲で。そう。無理のない。ない。はい、無理のない範囲。それでどんどんできるようになってくる。そうですね。あ、できるできるできるみたいな。次々とどんどん上手くなってじゃあ今度あっちでやってみろとか、こっちでやってみろとか、そうそうそう、うん、そこでできたんだから、じゃあ今度あっちでみたいなそうすればだんだん物がでかくなっていったりして、最終的にあのでかいボールで全部やっちゃうみたいなそうだね、うん、なんかスイッチドロップしてもらって、うん、フェイキーオーリー高い方でやって、うん、でなんかするっていうのも言われて、うん、やったらできちゃうみたいな。おスイッチドロップとかもさ、初めはちっちゃいところでやってたけど、どん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 でかいところでやってるから、次々とでかくなっていくから、もうここバートでもそんなやってたから、バートの次ここしかねえじゃんってやっちゃう。あーそれはあれだね、ケンジ君からしたらちょっと新しいおもちゃゲットしたみたいな。そうだよね、本当にやっちゃうんだみたいな、すげえ言ったらできちゃうんだよね。そう、うん、分かる。でもそれちょっと僕もあのね、うまい子撮影とかしてるから、うんうん、あれ2回で巡りしちゃったんだったら、ね、もうちょいやってみればとかさ、ね、あるじゃん、うん、そういう感じで煽られてたんだ、うんうんうん、そうですね、うん、それはそれでね、楽しかった。めっちゃ楽しかったです。もっと汚い口調とか悪い言葉とかやれやろとか言ってそういう感じ。いやすごいところで育ったね。じゃあね、お酒飲んでてみんなベロンベロンだったんだ。そうなんだ、しゅんちゃんとかゆうじとかおそばいて、めちゃめちゃ悪い、こうやってやってるとこやってくんな、早い。俺覚えてね、ひなのがすっげーちっちゃい、ほんと小学生の時ね、俺たちの顔こうちっちゃいから下からこうやってまだ見てない。あーあーって感じ。下からケンジ君たちとかユージとかしんちゃんとか眠いのかって言われたりそうだよ、眠いんだよとか眠くねえけどな、もう疲れたとか言ってなんでそんな見せてんのみたいな。そういうのは覚えてるの、なんかやべえ大人いっぱいいたなみたいな。でもやばい大人いっぱいいたなは覚えてますね、うん、でもそんな言ったとかは覚えてないですね。でもなんかそのなんつうんだろう、この状況がちょっとなんか
異常だぞみたいな、そういう感じはあったの？あ、は全然ありましたね。あったんだ。そうなんだね。やっぱ私やべえとこにいるみたいな感覚あったの？あ、思いました。いや、小学生の時に女の子とかとして遊んでても、あ、学校の友達とか、学校の友達ですね、と遊んでても、最近何してるみたいな話すると、30-40代のとかって言うと、嘘でしょみたいな顔されて、あ、やっぱ普通じゃないんだなって思いましたね。しかも普通の30-40代じゃないからね。そうですね。それは今考えればかもしれないけど、今考えればちょっとダメな30-40代ちょっとじゃないかも、ちょっとじゃないかも、すごいダメ。それじゃあその学校にいるスケボーしてない女の子の友達とかと自分が、あ、なんかちょっと違うなみたいな感じだったの？話噛み合わなくなった。弊害が出てきた。全然違いました。ああ、それは自分の中でどう処理っていうか、どう感じてたの？どう感じたんですかね。結構難しいです、いや、なんかそっちの方がいいやとかさ、全然その、なんていうの、例えばそれがコンプレックスでちょっと嫌だとか、もう学校の友達に寄せたいとか、いや、私は全然こっちの方がいいとか、スケーターであることを隠しちゃったりとかして、そう、あ、まあ、嫌だったですね。自分でスケボーしてるっていうのは言ったけど、そこから、あ、そんな年上の人滑ってるっていうのはやめようって思いました。あ、やっぱ隠したんだ。隠しましたね。知らない人がその言葉だけ聞いたら、ちょっとやばい状況なんじゃないかって思うかもしれないけど、ね、スケボーをずーっとその人がやって、スケボーがどういう感じなのか見てれば、まあ別に何とも思わねえんだけどね。だけど、あそこのちょっと内陸の方のそういう事件を起こしちゃった人とかは、やったっていうね。何それ？全然知らない。まあピースね、ここはね、ピーなんです。あの、大きめのピースね。あの話か。まあ内陸の方つっちゃうのでもピーだけど。あー、そういうことか。だからピーだ。親は多分心配しただろうけど、予想以上のすごいことが出てきちゃったんだよね。もうそっちかみたいな。だって結構若いさ、あの高校生とかさ、高校卒業したぐらいの年のやつらがいっぱい泊まり込みみたいなのさ、いっぱい来てたんだよね。で、そういうのにいたずらをするっていう。結構半端ないですよね、スケート業界。でもそれに比べたら健全という。何もしてない、震えさせた。ただそこに煽ってたぐらいさせた。そっか、でも結構じゃあ学校の友達とは全く違う道を歩んできたみたいな自覚はやっぱあるんだ。あります。全然遊んでもなかったですし、やっぱ学校の友達とは遊ばなくなるみたいな。スケボーしかしないんだもん。そうなんですよ。スケボーしかしない。毎日したんでしょ。収録スケボーで、もともと習い事とかもやってたんで、遊ぶ暇もなくて。ダンスとかやってたよね。ダンス、あ、そういうのももういつの間にやら全部やめちゃったんだ。あ、やめさせられました、あっちに。実はまだやってるとか。クラスのあの先生がもう来ないでって。そう、中学校辞めさせられた。3年生、あ、違うんですよ、もう中3ぐらいに。私が辞めたかったんですよ。でもお母さんがやってほしいってなっちゃって。でもやっぱり大会とかで全然行けなくて、そしたら先生が、いや、スケボーの方に専念してもらってっていうのを言われて。そんな来ねえんだったらもうやめるね。そんな中途半端な感じでやってんだったら来んじゃねえと。そうなんです。で、やめましたね。そうなんだね。まあじゃあ幼少期は割とそんな感じで、ケンジ君にやって。でも、トミソとかに、ソタとかに会うのはもうちょい後って感じ？初めて会ったのは、AJSA で2位になった時。ソタもまだ子供みたいな感じの時だよね。高校生とか中学生とか。その中学生だ、多分な。アクセスできたのが、本当に小6とかで。だよね。あの中1ぐらいにそれこそアドバンスカップの第1回があれが中1だったんだっけ、あるってなった時に、それこそその前になんかポーラーが来たんですよね、確か、アクシスに。あのオスキーとかその辺が来て、で俺がそれを、あ、それは見てやつって言った時に多分ひなのがいて、でその時は多分会ってな、会ってない、多分喋ってはないんですけど、絡みなくて。そうすればいたなぐらいのゼロですね。で、なんかその後そんなショットダウンしなくてもアドバンスカップとかでこう何泊かアクシスにこう入り浸るようになって、でやっとこう話したって感じで、初めて喋った。松坂だよね、ちゃんと話したの。松坂覚えてる？その前は分かんないけど、なんか覚えてなかった。なんか多分そのぐらいで俺がやっとこうアクシスのローカルとかとこう馴染むようになって、その中にひなのがいたって感じですね。なるほど。ひなの単体と絡んだっていうよりかは、こうみんなの中にいたみたいな。その時はまだ中学生、小学生とか。俺中学生ぐらいだったと思うんですよね、多分。ってことはひなのはもう小学生とか。全然、まだちっちゃいガキでしたね。今でもガキです。
今何歳、16歳今ですか、うん、16です、うん、今となってもそうやってね、コーチみたいな感じになるけど、そうですね、じゃあそのぐらい、でもまあ古いっちゃ古いね、そうですね、割とこう全然日野がまだあんまちゃんとスケボー、まあ、ちゃんとしてたけど、そのなんか、うん、飛んだりとか、かっちり飛んだりとかするしてなかった気するんですよね、最初会った時は、うん、まだ全然カービングなんかすげえ頑張ってるなみたいなぐらいの感じだったんで、うん、なるほどね。凛太郎はどのぐらいの時期なの？日野がちょうど1個先輩ぐらいですね。なんか僕ももともとアクシスに通ってたんで、そうだね、来てんだね。でちょうど あのローカルとしてね、ローカルとして年じゃないよね、年じゃないですね昨日いきなり子供いたみたいなね、いや聞いてる人わかんないからさ、ですよね、見た目わかんないし、うんうん、やべえもっと若い子いるのか1個上ぐらいですね、バスケート歴が1個上ぐらいです、うん、最初は結構、うん、そうなんだね。じゃあ、うん、初めて見た時のこととかもなんか覚えてるの？結構覚えてますね。どんな感じだった？まあ、いろんな、例えばガイ君とかだったりめっちゃしばかれて、うん、なんか言われたりとか、 あとなんかバックサイドロックンロールをアクシスのあのウォールでやってるのを見て、うんうんうん、ウォールってのバンクウォール、あ、バンクウォールね、うんうんうん、こんな小学生いるんだろうね今できるバンクウォール、あ、ロックすらならできる、ロックすらならできるスパスパーみたいなやってて、うん、その後話しかけたんだけど多分覚えてないよね、覚えてない、めっちゃすごいねって言ったらはぁ、ちょっとやべえ大人来たみたいな、いや、やばかったんですよ、やばかったんですよ、髪色とかが、え、りんちゃん緑、いや、俺ねなんか青とか紫とかなんかいっぱいカラフルにしてモヒカンにしてたのレインボーでちょっと詰め込みすぎじゃないですかちょっとおかしかったんですよ、うんうん、そうなんだ、しかも友達も髪型そんな感じで、うん、やばい大人3人来たみたいな、その中の一人だったんだそれはすごいねって言われてもあっつって見えるなるほどね、じゃあやっぱみんなアクシスを通じてこう知り合っていくわけなんだね、うん、そうだね、なるほど、まあまあそこからね、ひなのがこう成長しまくって、もう最終的にはね今年の夏オリンピックってなるわけだけど、そこまでの道のりとかもいろいろあったと思うけど、うん、なんとなくケンジ君が多分一番最初から見てるのかな、あ、ひなのがスケボー始めてから、うんうんうん、見てるね、多分忘れちゃったこともあるけど、こいつやべえなみたいな、なんか思い出はあるんですか思い出はね、やっぱあのね、でかいボールとかを滑るようになってからだね、俺もさすがにあの地獄のボールはもう全然やらないんだけど、怖くて、まあ、説明するとアクシスの地獄のボールあれですよ、なんかフィートとなんかインチとかセンチとか間違えちゃって、ミス設計で地獄になっちゃった、地獄になりすぎちゃったみたいなやつですよね、そこが大好物、そう浮かれてるよねっていうのができてから、うん、あれ、いや、もともとあったんだけど、ひなのが初めスケボー始めた頃はいないなんていないから、うん、だんだんちっちゃいものからでかいものがどんどんできるようになって、バートでできるようになって、どんどん今度はあのボールでやるみたいな、うんうんうん、感じでやってて、あのボールを滑るようになってすげえグライドとかバンバンやったりエアとかしてすげえみたいな、うん、と思ってたら、そういうコンテストとかになんか出てるだか、で出て勝っただとか、そういう話聞いて、うんうん、そういうやつなんだみたいな、受けられるみたいな、俺の新しいおもちゃが、うん、いやいや、おもちゃなんて思ってないけど、ただいたらそういうふうにあのかまって言ったりとかしてるけど、別に日常的に俺ひなのに全く連絡とかしないし、うん、アクシスにいていたら、うん、とりあえず煽ってみようみたいな、しまった虫みたいな、なるほどね、うん、じゃあその頭角を表し出す時期みたいなのは、うん、いつぐらいの感じなの、じゃあ自分で言ってもらいましょう、自分が頭角を表した時期はいつなの、分かるお前意味、ちょ、いや、さすがに分かりますよ、さすがに分かるんですけど、もし分かんなかったですよ、そういう表現とか、あーみたいな、頭角みたいな、うん、箱とかあんま言ってないからそれは本当そうなんだよ注意してねえと、だから分かってるふりとかしてるけど全然分かってないみたいな、さすが保護者いっぱいいて、あ、そうだね、言って自分で、あ、やばいって感じたのは、うん、全日本選手権初めて出て1位だった時です。おー、どこでやったの？笠間です。笠間で1位になって、それ最近の話だよね。もうでもそうだね、あ、そうだよね、あ、4年前ですね。そんな前なんだ、だって笠間なんてそ、うん、できてそんな取らない、そうですね、5年ぐらい、うんうん、で、初めて
ちゃんと公式の大会に出て1位になって、うん、今年やべえじゃん、うまいみたいな。すごい。だってそれまでアクシズの大会しか出たことないでしょ。そうなんですよ。ああ、そういうことか。草大会みたいのしか出たことないけど、はい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 、いきなり笠間に出たら勝っちゃったみたいな。おお、そこですかね。ああ、そこじゃあ自分の中でも結構私ちょっといけるかもみたいな。いけるかもってなりました。そこで次ドバイの世界大会で4位入って。ちょっとステップアップしすぎでしょ。ドバイ、そうなんですよね。それなんか日野のドバイに行ったとか。ええー、みたいな。なんでみたいな。笠間の全日本で優勝した後すぐドバイだったの。あ、笠間の優勝してコロナで全然大会なくて、はいはい、そこからまた全日本選手権が村上の方で2回目始め、2回目出た大会あって、そこでまた2連覇、史上初の2連覇決めてから、うん、まあ、何で今史上初って言ったの。え、ちょ、本当史上初別に言わなくて。いや、はい、わかりました。ごめんなさい。なんかマウント取ろうとしてるよね。自分をでかく見せる技術を史上初。おいおいおい、聞き逃さねえ。すいません。自分で言うなよ。いや、はい、自分で俺かっこいいだろって言ってるの。言うなよ。そうですね、謙虚であれよ。やばいね、今なんか新聞の見出し読んだみたいなあれだったもんね。史上初の連覇。僕は見逃しちゃってたけど、さすがっすね、広いところが。いや、すいません。よかったね、先輩に。いや、本当に。そうだね。逃そう。あ、そうだね。こうやって俺に言ってくれるね。何様なんだよ。史上初の2連覇。はい、いや。で、そこから、そうですね、すぐドバイ行って。いや、史上初の3連覇はしてないの。3連覇しました。えぇ、そうなの。3連覇まで行きましたね。すごいね。すごいね。じゃあまあ、1回勝ってからもうずっと、なんか、上の方にいる感じが。そう、日本の大会は負けたことほぼほぼないかもしれない。どうして？外国では負けちゃうってこと？外国ではやっぱりもっと上手い。食べ物が合わないとか。そういうことじゃなくて。そういうことじゃなくて、普通に上手い子いっぱいいますし。芋とかいっぱい持ってた。ドバイの空港のホットドッグか死ぬほど高くて、俺なんかパリかどっか行く時のなんかそのトランジットで一回ドバイ経由だったんですけど、そのドバイのホットドッグ食ったらなんかこんな安いただのパンのあのコストコみたいなホットドッグ3000円ぐらいして、うん、そうでしょみたいな。でもドバイシェイク、シェイクも1700円ぐらいしてるみたいな。ドバイってさ、勝てない金持ちしか来ない国なんだよ、ポイユも。そうですね。なんかだって空港の中になんか金のラクダみたいな置物死ぬほどあるみたいな。持って帰って、バブリーすぎるでしょ。やばいね、ドバイやばいっす、マジで。じゃあまあそういうところでも戦績を重ね、ヒラノはでもそのドバイに行きつけの店とかあんの。行きつけない定食屋とかそういうのあるんだよ。でもよく行ってたスーパーはあるんだね。そのおばちゃんと友達とかになっちゃって、ヒラノみたいな、また来たなみたいな。この時期かみたいな。また今年もなんかこいつ買うもの変わったなみたいな。ライトがそういうふうに思ってて、あのパリジマートのおばちゃんとかに、あれこいつビール買わねえなみたいな、ゼロ買ってるけどどうしたんだろうみたいな。ノーマルコールだった。ノーマルコールじゃない。いつも行くコンビニあるね。あるね。それが人がずっと変わんねえんだ、田舎だから。10年ぐらいいるのおばちゃんとか。ずっといやでもそうだね、まあケンジ君にせよメンタルにせよ、トータにせよ、アクシスでこう家族グルメみたいな感じなんだけど、うんうん、こうまあね、今回やっちゃってもあのオリンピックに迫るオリンピック総括みたいなこともあるんだけど、うん、オリンピック決まるわけじゃないですか、うん、なんか何が一番変わった？オリンピックに出た後じゃなくて、はい、出るってなった時にやっぱいろいろ変わった。ひなののヘルメットとか。ちょっと前ですね、うん、やっぱ映るからね、全国で映るから変えなきゃってこと。あ、いや、レッドブルーになって、その変わったね。そう、その変わったじゃないですか。そうそうそう、その変わったじゃないですか。レッドブルー2月からそのヘルメットじゃないみたいな。おレッドブルー専用のヘルメットだって欲しくねえけど。それはいらないけど。てか買ったりとかもできないんだよ、そもそも。ないですね、無理ですね。俺前言ったんだけど、そんなヘルメットやらないけど、買えないからね、手に入らないから。売っちゃえよって言った。そしたら絶対売ったりとかしてないから、売ったらバレるんですとか言って。ガチですよ。あれ名前入ってるんですよね、後ろに。そうなんです。そうなんですよ。そうなんだ。そいつ用の。へえ。じゃあやっぱオリンピック決まってまず変わったのはレッドブルついた。あ、そうです。スポンサーとかが結構変わったなと思います、ね。うん、だってひなののそのスポンサーの人とかもこれ聞いたりするのかな。
まあ、言わなきゃいいんだよ、そうですね、うん、バレないよ、バレないよ、それは、それはいくら気をつけてもどうしようもないから、あの、うん、ネットの波に乗っかったら、ひなのが載せなきゃ大丈夫なんじゃないかな、あの人たちもひなのインスタを通じて、あひなの活動を見たりするかもしれないけど、それ以外のスケボーのやつとか、多分別にわざわざ見たりしないでしょ。まあ、3時間ぐらい喋ればちょっとみんなも気をつけるじゃん。あと3時間か、時間ねえな、そんな時間っすよ。まあでも誰も聞かねえ、決まった途端にやっぱりこうちゃんとつくもんがついた、確かにそういうタイミングだったよね。あって、うん、滑れる時間減ったなっていうのは一回ありましたね。なんか挨拶すごい、そうです、挨拶回りがすごい大変で、自分日大の通信制入って、うんうん、そこの大学に挨拶行くってなったり、うん、市長に挨拶行くってなったり、うんうん、スポンサーにも出れましたって言ったりで、うんうん、全然それ滑れる気がなかったよね。あ、一応コーチでさ、一応いっぱい動いてたから、まあまあ、そうですね、なんか、うん、なんか予定みたいなののアプリがあるんですけど、うん、なんかひなののこう書いてることがまあわけわかんないこと多すぎて、予定のアプリになんかなんじゃらこんちゃら表敬訪問みたいな、あー表敬訪問、ね、何それみたいな、あ市長とかでしょ、しかもなんかこう、うん、なんていうんですかね、こうすごいんですよ、いつもその表敬訪問の後のそのひなのの写真ゴール結構楽しみで、うん、結構服装とかも超ウケるみたいな、どういう格好で行ったのか、そのまんまスケボーしてねえだろお前みたいな、でも靴だけ超ニースライドの跡とかついてるみたいな、お前靴しっかりしてけよみたいな結構表敬訪問とかも、うん、あのニースライドハーフキャブのニースライドで靴紐とかギタギタになってこんな感じですなんかなるほど、見して見して、ほんとになんか一個上で縛ったりとかしてるみたいなじゃこれちゃんとしてますよ、ニースライドの跡これないやつなんだね、はい、こういやユニフォームも着てくんだ、そうですね、ユニフォームはこれアシックス？アシックスですね。ナイキじゃなかったっけ？ナイキは変わったんだ、スケートボードの方がナイキ。あ、いや、あ、全体のやつはアシックス。やばいんですよ。そのなんか縛りみたいなね、いろいろあるんだね、うんうん。テレビ出るってなってももうジャパンのユニフォーム着て、アシックスのオレンジと赤の中間みたいな感じの色のね。そうです、いやそうじゃない。いや着てください。着てくださいあれ本当に。でもいつもヒナノが着てるのなんか黒いジャージみたいなやつで。さっきのああいうやつ。なんかチームジャパンでなんか腕にこうバコンって入ってて。足にもバコンって入ってるやつ、うん、その格好を見るのがソータ楽しみなんだよ、そうなんですよ、で靴だけギタギタみたいなそのでもその、 あのオリンピック決まった時の表敬訪問はまだ全然そんなんじゃなくて、うんうん、なんかちょっとなんか家にあるもの頑張っておしゃれしたみたいなその詰め合わせと靴ギタギタみたいなのでめっちゃ笑顔っていうのがちょっと俺的に面白くて、そった結構なんかそのところの社長さんとなんか二人でみたいな、結構そっか、その挨拶回りね、いろいろ行くんだ、やばいですね、あまあその予定は誰が組むの、マネージャーがいるので、うん、その人に全部組んでもらって、うん、次何日こう行くから、うん、こうなんかこういう服装でみたいな、うんうん、こういう服装で制作されて、そのマネージャーにはどうやって知らされるの、予定はこういう感じだよみたいな、その電話とかメールとか、あ、そうですね、LINE と電話で、ティスこういうのあるから、はい、そっか、まあね、じゃあマネージャーがつくとかそういうことにもなるわけでしょ、そうですね、だらしなくなっちゃうじゃん、自分が人にいろんなことやってもらって、はい、自分でも頭パッパラパーのポカーンとしてるだけでなんかマネージャーが全部決めて、はい、あ、ありがとうございました、ありがとうございましたみたいな、助手席に乗ってるだけみたいな、なっちゃってもうパカーンと口開けて、そうそう、そこはどうなの、口開けてんの、ネットの、お今のは松野さんの電話ですからね、いきなりマネージャーから電話が来たみたいな、あ、確かにすごい編集みたいなライブ配信だったね、マネージャーから来たみたいなそっかね、じゃあマネージャーがちゃんと予定を管理してくれて、管理してくれてます、うん、で、いついつこんなだからって、はい、それはもうオリンピックの 前からそうなったってことでしょ、そうです、オリンピックの1年前、うん、あ、違う、2年前ぐらいからそうなっていろいろやってます、あ、そのマネージャーの時からね、うん、そうですね、まあね、そのなんか世界ランク1位とかあったもんね、うんうん、なんかすごいですよね、世界ランクっていうのがまずスケボーにあるんだっていうのが、うん、結構最近まで知らなくてコーチで、なんかその点数が、そうなんですよ、そのまずオリンピックに何万点とかなんだっけ、決まってからじゃなくて、その決まる前が面白くて、うん、
点数がその数百点とかの単位じゃないんですよ、うん、なんかその1位20何万何千点みたいな。そんなでかいの計算できない、もうそんなんの1、10、100、1000、万とかって指で数えちゃう。適当になって何個あんだよ、多分数字0、3個ぐらい切っても計算できるっしょみたいな何十何万何千みたいな。一回もうそのひなのがオリンピックに出れるかみたいなの時にまさにがめちゃめちゃ山岡屋で計算し始めたのかなって、その何十何万ポイントを電卓叩いて、どうやって計算すんだよな。一回大変だったのが、うん、その第2フェーズに何第2フェーズってその、ま、その説明じゃないで、そう、第2フェーズっていうのが元々みんな知ってると思うね。いや、そう、そう、それ知ってる、知らねえぞ、そうですね。最初にドバイ、アルゼンチン、イタリア、ドバイがあって、うん、それでもドバイ2回、うん、ドバイが2回あって、でそれでもうオリンピック決まると思ってたんです自分的には、うんうんうん、そしたら5月6月にポイントが3倍になるみたいな、なんかキャンペーンみたいな始まったんですよ。いきなり倍にキャンペーン、もともと1位7万ポイントとかだったのが、はい、いきなり21万ポイントとかになっちゃって、ああもうオリンピック間近の大会はポイント3倍だよみたいな、いきなり大逆転かみたいな感じになっちゃって終わったみたいな。それがやばかったですね、超面白くて。やばいねそれ超面白かった。なんかいきなり3倍になって、まあ、どうしようみたいな。で今ひだのなんか俺その時まだなんか数百点とか200点ぐらい持ってりゃいけると思ってたから、ひだ、うん、の今何ポイント持ってんのって言ったら、なんか何十万ポイントを買えてみたいな、みたいな多すぎでしょみたいな。でもそれがさらに3倍になってくるみたいな。どうなんだ最初何万ポイントでいったんだっけ。最初何ポイントだよ、20くらい終わったのかな、多分。なんか最後はその…あ、2週もないか、15ぐらいです。最後、ブダペスト…ブダペストってところで、あの、ハンガリーで大会が、その第2フェーズの一番最後のオリンピック、それで決まりますみたいな大会があって、それで予選こう、なんかいろいろこうやって終わった時が、その一番その…俺それまでひなののポイントあんま分かってなかったんですけど、コーチだけど、そのなんか最終順位が何ポイントなのかっていう表がその日にやっと俺ゲットして、1位21万ももらえるんだみたいな、やばいみたいになって、その夜な夜なこういろんな人が計算してて、こうやばかったですね。こうなんか何位になれば何十何万何ポイントだから、誰々の何万ポイントに何数百ポイント勝っていけるみたいなさ、うわーみたいな。やっぱまとめるとかなり長くやってたのが第一フェーズってやつで、そこですげえ頑張って1位でやってたけど、そっから第二フェーズに入るといきなりポイント高くなるから巻き返しあるぞみたいな、ゲーム性高いみたいな、余裕に巻き返せるギャンブルみたいな、そんな風にしてあるの俺全然知らなかった。いや僕はね、でもね、実はこれ実際問題、うん、この話ひなのから聞いたことあって、うん、なんか有明で多分ワールドスケートのコンテストかなんかあったのかな、うん、で有明のその有明コロシアムの入り口でなんかボケーっとしてたら、うん、全然違う関係ない MC やるはずだったんですよ、うん、会場内なんだけど、うん、あのレッドブルが VIP 席を準備してて、うん、その VIP 席にいる人たちにパフォーマンスをする、うん、なんかブレイキン の、 あのシゲキックスとか、うん、レッドブルアスリートが来てて、うん、その人たちが VIP 席用にこう、うん、いろいろやるみたいな、うん、それの MC わけわかんないんだけど、その人全然だけに、そうそう、VIP の人に BMX とブレイキンとフリースタイルバスケットボールとフリースタイルバスケットボールって何なんですかね。ああいう人がフリースタイルバスケットあるんだよ、くるくるって回してバンバンバンっていって、あのブレイクダンスと混ぜ合わせ、そう、だサッカーもそうじゃん、ボンリフティングとかしてさ、音に合わせてさ、パンパンパンみたいな、ああいう人が20秒ずつぐらいパンパンパンって出てきて、おーみたいなレッドブル得意のショーがあって、それやって全然わかんねえし、一応なんかこなしたんだけど疲れちゃったから、うん、あー疲れたと思って外出てたらひなのがいたので、そこでその話聞いて、第一フェーズがちょうど終わって、私今世界ランク1位でやらせてもらってますって言ってすげえ笑顔でしたもん。でもその第2フェーズに入ると、第1フェーズのポイントは3分の1しか引き継がれないで、第2フェーズに行ったらまたみんなほぼゼロスタートみたいな感じになる、うん、何なのそれ、今までのは何だったんだろう、そう、うん、まあけど一応そのね、第1フェーズで上位の人しか第2フェーズに行けないから、なんだけど、かなりありとあらゆるさ、の戦い抜いてきてさ、でそのポイントが3分の1になって、はい第2フェーズみたいな、なかなかちょっとええー、みたいになるじゃん、うん、
で そういうのをねしっかりちゃんと知ってた。この人は一応、うん、俺は全然知らなかった。つい最近まで。そうそうそう。でも第2フェーズはその全部特設会場なんですよ。第1フェーズはもうあのもうすでにあるパークで大会がその時期に入るって感じなんですけど、はいはいはい、なくてその第2フェーズはもうそこにその大会のためだけに作って大会終わった瞬間にぶっ壊すみたいなその特設パークで参戦あったから、はいはいはい、じゃあもうみんな同じ条件で用意どんでやるみたいな練習負荷みたいな本当に45分が2日間ぐらいしかないみたいな練習が当日朝の練習みたいな、それでそのルーティンを決める、それがそのドバイとかドバイとあと中国とブダペストで、うん、第2フェーズそれはポイント高いね。あそこででも一応勝ち得たわけでしょ。ギリギリ。あだ第1フェーズでは世界ランク1位だったんだけど、あ2位でした。最高位。あ最終的に2位だったんだ。最終的には3位。1位にまだ1回もなったことなくて世界で。えでもあの有明で会った時1位って言ってたよ。多分2位。あ僕も聞き間違えない。もう俺なんかマジわけわかんない、何の話してんだもん。数字が出てきた時点でもうしかも何十万ポイントだね。まあでもその第2フェーズでオリンピックの何人いるんだっけ、出れる人が日本人で3人です、ね、3人その中に入ったわけでしょ、はい、そうそのとココナとあと四十住さくらよっしゃーってなってでアクシスで、まあ、みんな応援するってなったわけだよね。そうですね。僕そのまあオリンピック決まってオリンピック出ますってなって、うん、オリンピックが放映されていた時のアクシスがめちゃくちゃヤバかったっヤバかったよ、いろいろヤバかったね。いろいろな意味でヤバかった。なんかひなの応援しようっていうのになんかやっぱこうね優勝する可能性がもちろんあるから、うんNHK とかだっけ、なんかこう取材に来たの、テレビ局が何社も来てましたね。ひなののローカルのアクセスで、まあ、ローカルのみんなが応援するから、うん、その瞬間をこう収めようみたいな、うん、で、来てたんだけど予想してたものではないのを見る感じですね。あれみたいな。実際なんかちょっと違うぞみたいな。オリンピックの時はソータはもう現地にいたんだよね。あ、現地にいました。すごいね。そうだよね。でもそのアクセスにはいなかった。アクセスにはいなかったですね。で、凛太郎とケンジ君はアクセス、はい、全然いました、うん、オリンピック当日試合が行われる日に。いや、俺オリンピックなんてそれまでマジで一回も見たこともなくて、あの堀米のやつとかもあのインスタとかで売ってるのを見たけど、はいはい、テレビとかで見たことなくて初めて見た。まあでもね、やっぱそれはね、うん、小さい頃からアクセスのローカルのね、うん、ケンジ君がやれっつったらやってきた日なのが、で、すげえ応援してるとかじゃねえけど、ひなのがもしかして金メダル取って金持ちとかになったらすげえことが俺たちにも起こるんじゃねえかって怒るっていうか、どうオリンピックで金メダル取ったら多分筑波山の一角ぐらい買えるぐらい金ゲットするよね、うん、きっとね、うんうん、しかもそんなの買ってもさ大した痛手でも何でもないみたいな、うん、でその土地をもうひなのこと知ってるスケーターが自分たちで作りたいやつは好きに作っていいか、じゃあケンジ君買ったからやっといて、そう、うん、いいですよ、ね、買いましたよ、うん、場所だけ教えてもらってっていうのを期待してアクセスでみんなで見てたらそうそう、なんか結構ワイヤだったっていう。そうだね、もうなテレビとか来てるのめちゃくちゃ酔っ払ってテレビに向かって怒ったりとかしてひなのが失敗してなんかぶち切れたりあともう途中から俺はそもそもナスの一夜漬けみたいな画面に思い切っちゃうやばいね、めちゃくちゃすぎると思う。あのテレビ画面にベチャーって投げてたわーいみたいな。あ面白かったな、あれまあ、うん、アクシスの遠いね、うん、アクシスでは、うん、パリから遠いアクシスではそれが行われたことが行われてる。そういうこともあるんじゃないかなって。現地にいたひなのはどういう感じだったの。まあそんなことは知る由もないけど、はい、実際オリンピックのさ緊張とかさ予選だいぶ緊張してたらしくて、うん、自分ではなんか音楽に乗って緊張してないふりとかしてたでしょ。あそう、自分もともと音楽聴いて紛らわすってことをやってたんですけど、うん、その全然1、2本目予選決まんなくて、うん、うわやべえみたいになってて、うん、電話してるときに体硬いよってパンピング合ってないみたいなすごい言われて、電話の相手は、あ、富川浩二です。なんかごめん電話全然会場に入らせてもらえなくて。そうなの練習、俺
あのひなのが練習に始まる前の日からパリに行ってたんですよ。けど練習も練習の日も一日も入れませんみたいな。俺はなんかその日本の代表のコーチじゃないからただの客と同じ扱いみたいな。だからその会場もなんかまだあの今日オリンピックやってないわみたいな、なんかフランス語でペラ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 言われてなんで面白いんだよみたいな。でなんかそのだからもう練習の日4日間ぐらいも俺全くだからパリをただ観光してただけだったで、あの大会始まりますっていう時にやっと入れて、あ現地に一応入れたんだ。で、うん、そしてなんかこうひなのに話しかけようと思ったらまずその柵に触るなみたいな、警備員にめっちゃ怒られて、なんだなんだよみたいな、いいだろ別にみたいな。で話しようと思ってもダメみたいな、なんかすんげえ強そうなやつで、ね、だから席戻って電話で、ね、電話でやるしかないみたいな。日本でもできたんだ。観客だったんですよ、ただ。ずっと。ね、で、エッフェル塔たまに見に行ったりとか、凱旋門見に行ってすげえみたいな。だからなんか、ソータはなんかテレビ映るかなと思って見てたんだけど、なんか一向に映んないかな。そうなんですよ。で、いたのかな、本当に。なんかあの、日本人のこう観客、それこそあの、アドバンスの関係の人とか、うん、こういろいろこう、オリンピック関係の人、うん、こう、なんかこう、バーってめっちゃいて、うん、その中の端っこに俺、座って。で、みんなはなんか日本の旗とかバーとか振ったりとかしてるから、テレビはそっち映るんですよ。で、俺隣で一人だけこう、携帯持って、ひなのにずっと LINE 打ってるみたいな。そうなんだ。だから画面に半分だけ映ったらしいですね、そうなんだ。それは見てなかった、僕は。で、まあそれ連絡して予選でどうだったのってやって、硬いよって言われたんだ。硬いよって言われました。で、やっと予選滑り終わって、まあ3本目ギリギリ乗れて、うん、で、やっとみそと会って話して、うん、すごい緊張したよって言われましたね。うん、あ、でもそれは何、私緊張してたんだみたいな感じだったの。あんまり自分では分かんない。あんまり覚えてなくて、オリンピックの。記憶ないんだ。記憶ないです。1、2本目はないです。記憶ないんだ。3本目の540乗った瞬間の歓声だけはすごい覚えてる。それはないです。いろんなんだよ。2本目まではかなりこうヤバい空気みたいな。アクシスでもうビンビンだね。もうダメだみたいな。遠く離れた日本の。でもなんか一回失敗したやつを次のランでそれ乗ってって、でそれでまた続けていったら失敗したやつをまたその次のランで乗ったりしてたんで、そうですね。多分最後が3本目で全部乗れたってことね。そう、うん、あのフリップとかね、なんかすげえなと思ったよ。ドラマはあったっすね。一、うん、回失敗するけど次で乗ってくんだなって、うん、徐々に徐々にこう調子良くなっていくみたいなね、うん、だからオリンピックっていう舞台とかじゃなくてそういう時間の制限とかがないとことかだったらもっとやれるんじゃないかと思うね。うん、まあね、だんだん良くなっていくわけだからね。うん、そうなんだ。すごいね。オリンピックは時間決められちゃってるから、その中でやんなきゃいけないけど、確かに時間制限なしのぶっ倒れるまでやっていいってなったら、ひなのが勝つかもしれない。チャンピオンかもしれない。ね、確かに確かに。ほとんどのやつらは多分ぶっ倒れるだろう。でもひなのは多分ぶっ倒れないぐらい体力あるから。でもその3本しかない中でさ、うん、1本目失敗して、2本目失敗して、うん、で、まぁ、あ、ちょっと1本目失敗して、うん、で、2本目はその失敗乗り越えてちょっと進んでて、でもまた失敗して、わーって1個しかないわけじゃん、うん、普通さ、一番緊張するよ、うん、ねえ、だからよくあれで全部乗ってきたなと思って、うん、すげえ、ね、すげえ肝ったまま持ってんなと思った。さすがだね。逆に終わったと思って滑ったんですけど。あ、そういうこと。そう、もう無理だと思って。そう、無理だと思って若干リラックスした。そうですね、もしこれで乗っても1ヒートの1番だったんですよ、トップバッターで。うん、あ、そうだよね。そう、それでもしこれで乗っても上には上がいるんだみたいな。ああ、後から後からね。そう、2、3、4ヒートあって、うんうん、乗っても抜かれるみたいな頭になっちゃって、うん、逆にもう開き直らないし。なるほどね。いや、その時に乗ってもね、テレビ画面にはナスの一夜漬けがピシャッと、ね、そんなことは知りたくないかもしれない。全然知らない。ね、そっか。じゃあまあちょっとね、オリンピックの話面白いからもっとね、いろいろ聞きたいんだけど、はい、音楽、はい、なんかね、ひなのはちょっと音楽を聴いてオリンピックでリラックスしてたって話なんで、オリンピックのやつ紹介したらいいじゃん。 なんか好きな曲とかをね、ゲストに聞くっていう時間があるんですけど、なんかあれ、ね、
なのが実はオリンピックでジジエリンを聞いていましたと思ってめちゃくちゃやべえやつだな。でも何聞いてたのか気になる。そうオリンピックの時に聞いてた曲で落語とか聞いてたらヤバってなる。ヤバすぎだろお前。つきすぎだろ。怖い。頭大丈夫みたいな。落語聞いて緊張してたらそれは一番怖いから。ちゃんとオチ聞かなきゃみたいな。自分の番来ちゃったらどうしようみたいな。もっと聞きたいみたいな。バカすぎる。違う時にやれ。そうね、もう何でもいいよ、何の曲でも。オリンピックの曲はその時ゲイさんでもいいし。あ、覚えてるの何聞いたの。確か、ラッドインプスとか、あとバックナンバーとか分かりますかね。結構聞いてて。なんか一個決めろよ。そう、そうですよね。バットブラックサウスとかじゃねえのかよ。みんな帰っちゃう、帰っちゃう、みんな帰っちゃう。いや、やばいやばい。なんかバットもういいわ、なんですかね。じゃあな、みたいな。トイレタイム。なんか、一曲一曲、オリンピックとかじゃなくて、はい、うん、何でもいい。イタリアの決勝日本日、うん、DJ に「お前曲何聴いてんだ?」って言われて「ワンオクロックの「自分ロック」っていう曲を聴いてるって言ったら、それ DJ が曲線してくれて、かけてくれたんだ。そう、ローマで流してくれました。へえ、じゃあ聴いてみましょうか。まあね、曲は意外とちゃんと日本の女子高生、はい、女子高生だよね。女子高生です。 JK 的なやつを、そういうところはあれなんだよね。スケーターっぽくなくて聴いてるの女子高生みたいなやつを聴いてんだ。高校まだ一回も行ってないですよ、ちゃんと。JK じゃない、まだ無理して合わせようとしてる。あ、もう一個もないです。同年代の子が聴いてるし、私も普通っぽいかな。聴かなきゃやばいみたいな、うん。TikTok とかで流行ってる曲は全然ノータッチで。まあ確かに稲川は本当にずっとスケボーとかしてるから、そういうことしてる時間が普通の人に比べたら全然ないなって。
実際あれなの、学校にはあんまり行ってない。学校4回行ったことあってその中身にと言ってもだってそういうのでいいっていう学校なんでしょ。いや、本当行かなきゃいけなくて、でまた明日、あさって代わりにお母さん行かしてるとかね。やばい、中学校でやる格好してバレないやばい、バレないって蹴飛ばされるでしょ、高校の前ででも、後ろ姿変わんないですよ。本当ちょっとやだあー、なるほど、じゃあ4回しか行ってないんだ。4回で、しかも入学式、始業式、オリンピックの壮行会、で、1時間だけ授業受けに行った。そう、その壮行会の動画が超面白くて壮行会ってない、学校に行ったことなくて、まだ同じ学校に友達が一人もいない状態で、みんなになんかパレードみたいなのやられて真ん中歩いてるみたいな、一人友達誰もいない、お前誰みたいな、キム・ジョンイルとかになってきるやばいです、完全にみたいな、すごい体験をして、すごいいらっしゃいますね。なんかすげえトランペットみたいなのが、その、で、いろいろ喋ったんだろ。一緒に言いました。変なこととか言ってればあったね。会ったこともね、友達になんか応援されて変な気持ちになった。そういうね、面白いこと言えなくて、やっぱりそれが面白いことっていう捉え方がもうちょっとアーティスローカルになっちゃった。面白いことないからね。ダメですかね。ダメだよ。変な気分、でも変な気分だよね、本当はね、絶対ね。まあね、友達じゃねえ。いや、それを僕らそう思ってるけど、表沙汰にはそれ言わない。面白い、面白いですね。まあまあそうなんだね。いやまあそうね。断ったりするとさ、生意気娘とかね。どうなんだろう。新聞になんか変な生意気鬼姫とかいう、鬼姫。鬼姫だね。通称鬼姫だからね。まあでもだって学校の中では有名な人なんじゃないの。あの人4回しか来てないけど。幻じゃないですかもう。いるらしい。噂だけがあって、鬼ビッチとか言われた。でも言われてたことあるんですよ。牛久沼のカッパみたいな。やばいね。マジでやで。しかもスケーター業界でそれ一瞬広まる。おったらしいんですけど。スケーター業界。男好きみたいな噂あって。嫌いじゃないだろ。別に嫌いじゃないですよ、そりゃ。どちらかと言えば。どちらかと言えば、まあ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 って感じですけど。危ないみたいな。そうだろうと思って。面白すぎるね、そういう噂広まったんだ。そう、それはちょっと待って、オリンピックの話広げようと思ったんだ。ビッチの話広げるとこじゃなかったんだけど、まあ一応聞いてみよう。その噂はどうだ。スポンサー切られちゃう。そうだね。オリンピックの話しよっか。私とっても清潔ですみたいな。でも気になるな、それはどう感じたの、その私噂になってるって。いや、言ってるやつのがビッチだなみたいな。あ、そういう女たちがそういう噂を。女の子ですね。女のスケーターが。そうなんだ。あるんだね、それね。でもあれでしょ、あのリンちゃんあるんだね、それのね。足を引っ張ったりする奴らがいるんだよ。オリンピックの世界とかになると、足を引っ張る奴らが出てくるらしいんだよ。なるほど。そしたら失脚してもらえば、自分家の娘とか息子が出れるみたいな感じで、親が頭狂っちゃって。やべえっすよ。人ん家の足を引っ張ったりするのが、今まではスケボーはオリンピック入ってなかったけど、オリンピックの世界ではそういうのがよくあるって聞いたことあるけど、スケボーの中でもちょっとそういうことが、多分起こってるんだ、知らねえけど。やばいね、それね。絶対起こってると思う。あ、ますますオリンピック興味深いんだけど。そうだね、あれ、ね、一番そう、オリンピック興味深いのは、選手村。やっぱりちょっと聞いてみたい、みんな聞いてみたいじゃん。なかなかね、凡人が入れないところだから。みんなないもんね。なんかやっぱコンドームがさ、何億個配られるとかさ、あるじゃん。本当なの？そこごめんなさい。あのアジア大会の時はちゃんともうホテルにバンってあったんですよ、コンドーム。何がごめんなさいな。誰でも分かるようなコンドームあって、オリンピックの時なくて。あ、そうなの。生でやっちゃいましたとかなって、ビーとか言って、やってくださいってこと。いや、聞いてないんですけど。でもあったっぽいっすよ、一応。いや、なんか、誰だっけな、日野さんもらってたっすよ。もらったよね、あの、もらった。堀米が誰かが持ってたっけ。そうだよね、多分最初の方で、多分みんな使い切った。選手村ってやっぱりその噂本当なのって、すげえ僕日野ちゃんのインスタ見て思ったんだけど。すごいセックスがいっぱい行われるっていうね、噂はあるけど、本当かどうか。なんかやっぱりその、何、アスリトップ、世界のトップアスリートが、その集うところだとか、DNA の奪い合いじゃないかとか、そういうことが起きるみたいのは都市伝説みたいな感じで来てるけど、でも本当にコンドームは配られるんだ。配られますね。その時おもろか、アジア大会行った時にメイ一緒にいて、メイとユーロと笹岡健介の4人で行ったんですけど、もう目の前にバン立って。
うわゴメだみたいな反応しちゃった自分が目の前にそうもうホテルの目の前にバーンってあったからあこんなとこにあるんだと思って、うん、思って、うん、そしたらユーロとケンケンが、うんお前持ってけよみたいな言われてどうせ使うだろうとか言われていやいや使わないですよって言ったらメイが、うん、え人の前に使ってるじゃんって言われて何それだから紙ゴムと間違えてごめんあそういうことそうもうピュアすぎてメイやばいねゴムが何だか分かんないそう分かんないもうゴムしか言ってなかったからゴムひなの前に使ってるじゃんって言われて鬼のボケだねそれそうでしょと思ってメイゴムってわかるって言ったらえだって髪結ん長いじゃんひなのとかやばいねそういう子なんだねそれはもうあの、うん、典型的なというか王道の天然ボケですよねボケなのかどうなのかわかんないですけど自分でめっちゃ焦った人ですねアジア大会やばいねそうなんだそれはアジア大会にゴムがあったっていう事実もやばいけどそれ以上に菅原芽がやばいマジ可愛いですね天然すぎるでもいややっぱ実際あるんだねあるらしいですよねなんか東京の時はなんか浮世絵が出たみたいな新しいんですよ装着すると浮世絵がこっち向くみたいなどんどん絵が描いてあるそうなの写楽のやつとかがプリントされてたっぽいですよあのなんだけど お札の透かしみたいなぼかし透かしなんかこうだからこうピュッてやるとだからこう絵が浮世絵が今回多分エッフェル塔だったってないですか俺のエッフェル塔だってバカかっつって言いやがって言ってんだよおじさんになっちゃったよ、まず俺のエッフェル塔じゃん、そうなのいや、なんかそんなこと言う年になっちゃったみたいな俺のエッフェル塔になっ一番今日笑ってたのいや、だったらもう切られちゃうこれで自分の発言がもう俺の方だねいや、あれマジ、ミカさんおもろいっすよねさすがって感じしましたそう、いや、あの昨日ね、大会で昨日も大会で一緒だったんだけど、うん、大会で MC しててエントリーシートってあるじゃん、うん、選手のエントリーシートみたいな、うん、それにひなのあの一言みたいな、うん、何も書いてなかったんだ、うん、だからひなのお母さんが「ミカさんミカさん、うん、ひなのなんか影」っつったら、うん、あのミカさんが「私はレッドブルのブルの方」みたいな「かませる女」みたいな書いてあるすげえしかもトミソなんだっけフリップ得意です私フリップ得意ですバイト味噌って、ね、バイト味噌多分ミカさんが書いてあったんですけどそうなんだねいやそうまあでもねコンドームが本当にあるっていうのは、うん、じゃあ事実、うん、事実ですね、うん、いやなんかその他にもこう選手村の実態みたいなのさちょっと凡人的には知らないから、うん、なんか聞きたいんだけどなんか面白いことなかったのご飯がまずかったっていうのはすごい印象的で、うんうんそれ支給されんの支給っつうかなんかこう食堂みたいなのあるのそうあるんですよもう一日じゃ空いてるような食堂がそこだっていろんなスケボーだけじゃなくてさあそうもうみんなサインボルトがいたとかなんかあるわけでしょそうですねあでちなみに男女は分かれてない分かれてないですもうみんないてそれはコンドームあるわなバッジを交換したいみたいな日本のバッジがあってそれを過去交換できるようになってていろんな選手みたいのが交換してくれとか来るそうです、うん、日本のバッジ自分10個1人もらえててそのバッジを他の国と交換して他の交換するようだ集める怪しいちょっと怪しいねそれね怪しいですよ怪しいコンドーム配っときながらコミュニケーションツールも配るみたいなそれがもうコレクションみたいなこいつこの国のやつとみたいなそういうことなんだやったやつとだけ交換してくるみたいなそういうことか10個なくすみたいななんだでもさコンドーム配るぐらいならさ男女別とかにすりゃいいわけじゃんねけどやっぱそうですねだからもうこうやっていいってことやれってことそういうことかあ、今度も配ってセックスしろってことだね。まあ、やっても子供は作んなよって感じじゃないですか。やってパフォーマンスを上げるってことじゃないですか。ブーストかけるみたいな、こう、ちょっと。まあ、夜は夜で、しっかりアドレナリン出して、そうですね。で、次の日につなげろ。何日間ぐらいあそこにオリンピックの場所に5日間ぐらいでしたかね、6日間。その間、その選手村っていうところにどこ？そうです、ずっといました。隣の部屋からなんかすごい声が聞こえるとかそういうのないさすがになかったですねちょっと聞きたかったんですけど何言ってんだこっちのビビビビなのダメ人間の世界にバカにどんどんバカになっちゃって知らないところでバカになっていたでもちょっと聞きたくないですかそういうのって
俺一人暮らしした俺なんてこういうとこ泊まっちゃえばね、人ちに。ああ。カップルで住んでるような家とかに泊まっちゃって、あいつらやんねえかなとか。ちょっと知ってる人は気まずいじゃないですか。俺アメリカのなんか友達の家に泊まってる時に夜イエスって聞こえてそれがあるんですよ。友達が。友達が。イエス。やっぱ言うんだ。イエスってさ。でバーンって聞こえてきて、スマッシュしたみたいな。次の日の朝ちょっと気まずかったっすベーグルの味しなかったっすイエスやっぱケツ叩くんだね向こうケツ叩くんだスラップするんだねやっぱねスパーンみたいな何なんだろうなあの文化何なんですかね結構こう叩く切ってるんですよねバーンみたいないろいろ質問があるんですけど選手村はどうだったっていう質問もあるんだけどねオリンピックでの自分の滑りについてどうでしたかっていうあるんですけど、ね、さっきみたいに今考えると緊張したのかなって思いますし、うん、で一番やらかしたなと思うのは決勝の一発目サランラブ3で一発ミスしちゃって、うん、あそこミスるとこじゃないなって考えましたねその時アクセスではまあ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 1本目だしおあ、うん、そこはまだそうだね本当に終わったって自分で思ってもう今考えたら、うん、なんであそこでミスったのみたいな、うんうんうん、めっちゃ思いますね 一発目だもん、ね、一発目のしかもロールインでちょっとミスっちゃってあそうなの実はそうもう、はい、その練習で人多すぎてロールインができなくてます、うん、ロールインの練習できてないし、うん、インするとこも自分で頭パッパラパーになっちゃってパッパラパーになっちゃってでもここだったら絶対いけるって思ったところがバンクこうあってもう右端ギリギリの方で飛んじゃって、うん、あミスったみたいなのでキャンセルしちゃったんで、うん、あのこうピラミッドみたいなそうですボルケーノみたいなピラミッドみたいな飛ぶやつだよね、うん、一番最初だよね一番最初で、うん、もう本当に右ギリギリで飛んじゃってあもう踏み切りの位置悪かったダメですね終わったと思ってでも終わったと思ってそこで無理やり乗りに行かずキャンセルしちゃって、うん、あれ乗りに行っとけばよかったなで今になって思ってますあそうなんだ、うん、後悔後悔ですねあそして2本目3本目はまあ進めてったわけじゃんそっかはいそこで2本目しっかりサランラブ3に乗れて、うん、でフリップインにもしっかり乗ってあフリップインに乗れなかった2本目そうですそこで ね、あのバンクインみたいなところだよねバンクインですなんかスパインみたいなバンクのところにするフリップインだよね回んなくてマジかよみたいになって、うん、でももう3本目やるしかないみたいになって、うん、もう全部出し切り、でも、ね、フリップインにしっかり乗れて、うん、ボディバリアル5ってなった時にアーリーのタイミングミスっちゃって、うん、でちょっと着地合ってなくてでスピードつかないでボディバリアル5もやりやっちゃったから、はいはいはい、一番最後のね一番最後のミスったところ、うんうん、いやで自分の中であれ乗ってたらちょっとどうだったって想像するでもワンツースリーは絶対取れたなと思いますねそうだから見てもまあまあほぼ俺が考えたんでルーティンはやべえ役者が揃ってるまあでもまあそうですね割とまあ3位ぐらいにはいけてたんじゃないかなただ その1位誰だっけアリサ、うん、ああそうなんですそのなんかすんげーうまいやつであんまりこう名前とか滑りとかもそんな覚えてないんですけどなんかすんげー会場が盛り上がってたから、うん、ちょっとでもあの盛り上がりは確かに、ね、まあもう優勝ですみたいなこう、うん、もう会場の雰囲気になっちゃってて、うん、だからまあ一部あいつだったかなみたいなそっちとかも入れてくる子だったよねそうですねオーストラリアすごいんですよマジでスイッチ540とかやんだっけやれますあれ全身ピンクのやつだよねピンクだね、うん、ピンクのパートの子ねすごいね最後モーズブラントのリバートみたいなやつああそうです、ね、ああそうだったかもしれないあんま覚えてないですけど俺も会場にいたなそうなんですだからあの多分失敗してたけど一番攻めてたなっていうのはすげえあったよね、うん、最後ね、うん、でも失敗しちゃうとダメなんだって俺全然ルールとかマジで知らなかったからそのなんか全部メイクしなきゃダメみたいななんか多分あれフルメイクっていう1個別のポイントがあるみたいなことだよ ね、うん、だよねそれがそもそも前提になってるっぽいっていうのを聞いた時にそう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 なんじゃそりゃみたいなまあ多分そうそんなの失敗したってめちゃくちゃクソヤバいこと決めてたやつがいたらそっちに点やればいいじゃねえかよってそうだね、うん、それは本当にねジャッジとかしてもそう思うねだからフルメイクを前提にしちゃってたら
それより全然大したことないのフルメイクだから優勝ですとか、うん、あるって言ったら、ね、それはちょっと、ね、いいじゃんそれみたいに、ね、みんななっちゃうわけでしょ、うん、そう多分フルメイクっていうポイントがちょっとでかいような気がするんですね、うん8から10点は変わりますね。そういう人はだからオリンピックとか見なきゃいいんだよね。俺普段別に見ないから全然そもそも関係ないし、ね、たまたまひなのが出てたから言ってたけどひなのが出てなきゃ1ミリも見ねえよ。そうね。でもなんか僕もずっと見てたけど、うん、やっぱ一発目で1本目失敗して、うん、2発目はフリップで失敗して、うん、3発目はフリップ持ってきたから、うんうんうん、来たと思ったら最後で、うん、そのね5のボディバリアル失敗して、うん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 、もう失敗したとき、アクセスだわ、うん、めちゃっ、うん、ナスが飛んでたんだ、もうそんばしゃべ NHK が取材をする中、カメラ回ってんでしょ。カメラ回ってましたから、ね、でもあれだよね、あの結局ほら、平野がそのメダルとか取ってないもんだからあれ、使われてないんだろ、たぶん。いや、YouTube に載ってますよ。あ、載ってますね、ナス間とかなかったですけど、コメント欄とかも結構面白いですよ。そうなんだ、荒れてんの。あれ一件だけあって、ユーザーネームおてんぽてんぽっていうやつが平野ちゃんが頑張ってるのにカラムーチョ食うなってコメントしてる。カラムーチョはいいだろ。カラムーチョはいいだろ。しかもそれを投稿してるやつの名前がおてんぽてんぽ。お前、そっちの方だ。ひなのちゃんが頑張ってるのにおてんぽてんぽでコメントしてくんだよ。茨城県の某箇所アクセスではそんな感じだったってことだけど、ね、帯同した富蘇はなんかフランスのいい思いとかない？フランス、いやでももうそのオリンピックっていうものがでかすぎて、多分街の、うんうん、なんかそのもうなんか観光名所全部がオリンピック会場になっちゃってたんですよ、うん、だからそのスケボーやったところもなんちゃら広場っていうなんかすげえでかいところで、でエッフェル塔の下も確かあのなんかチャリのゴールになってたし、あのなんかでもセーヌ川ってあの川で、うん、あれがまた地獄のように汚くて、ね、なんかもうやばかったらしい、真緑みたいな、うん、なんかやばいのいるっしょみたいな、うん、ってかなんか泳いでたら変ななんかクソでかいワニとかに食われるんじゃないかってぐらい汚くて、うん、アマゾンよりやばいみたいな、結構やばかったですね、うん、でももう観光名所がもう全部なんていうんですか、オリンピックになっちゃってたから、うん、あやべえみたいな、しかもひなの練習も見に行けないし、行けないしね、観光何しようみたいな。でなんかこう毎朝なんかその近所にめっちゃいい感じのパン屋さんを見つけて、うん、でフランスパンやっぱ抱えたいじゃないですかフランス行ったら。だからなんかこうシャンゼリゼよく取りながらね、めちゃでげえフランスパン買って抱えたけど、調理器具とか何もないし、調理するものも何もないから3かじりぐらいしてどうしようもなくなって、オブジェになったんですね最後は。やばいね。あとモナリザが、生のモナリザ見に行ったのが結構俺的にでかくて、ルーブル美術館やばかったですね。行ってないです、全然そんな興味なくて。そう、普通に一人で散歩して、マジですごかったですね、どこにいても目が。ソータの方がだから楽しんじゃってる。そうですね、俺は結構フランス全開で楽しんできた。ソータの方、ソータが本当の金メダルで出場すらしてないのにソータが一番調子いいみたいな。めっちゃ楽しんだんですね。なんかオリンピック始まったばっかりぐらいの時にニュースとかでこうフランスやっぱ人集まりすぎちゃって観光客で、飯へ行っても飯がねえみたいな。ああでもやばい。でもフランス人のレストランやってる人発注ミスみたいな、っていうニュース流れてたけど、ちゃんとあった？大丈夫だった？フランスパンあった？俺はフランスパンはあったですね。クロワッサンも死ぬほどあったし。けどあのもう治安が超最悪になっちゃってて、もう夜中もなんかパーティーみたいな、みんななんか変なもの打ち上げたりとかして、うん、警察のなんかパトカーの音聞こえてみたいな、まあ、やってるみたいな、うんうん、パーティーな感じ。結構クラセフみたいになってたですね、街は。なんかしかもなんかヨーロッパって謎、アメリカとかって大体店閉まるじゃないですか夜、うん、けど、うん、なんかパリとかって24だったりするんですよ、結構コンビニが日本以外に全然ないと思ってたから、うんうん、割と夜中とか外に出ても人が割とうじゃうじゃいるっていう、うん、なんか結構パリすげえ変なとこだったんですよね。なんかあいつら多分自分のことがすごい一番偉いと思ってて、うん、英語でこう質問とかしてもフランス語で返してくるんですよ全部、うん、だなんか英語、英語を多分すごい嫌って出て、やってる人が多いっていう、ね、結構なんか多分革命系の街だから、こう、うん、自分の国が一番偉いみたいな。やばいね、ちょっと歴史の先生みんなになってきた。結構なんかわけわかんない、なんかこう別にちょっと英語で返してくれりゃいいのに英語で質問したら全部フランス語で返してきたりとか、結構スーパーの人とかプライドが高いんだね。なんか多分アジア人とかもそんな結構舐められてて、結構スーパーとかも超なんか俺だけ超態度悪いみたいな、
結構やばかったですね。しかも多分治安が悪いから、うん、こうあんまりこう外国のやつ、うん、あんまり受け入れたくないみたいな、そのスーパーとかが多くて、はいはい、結構スケッチだったですね。オリンピック期間中はみんなすれちゃったんだね。結構やばかったですね、うん、しかも街とかも結構ちょっと歩いたらすぐ警察いるみたいな、うん、治安悪いから、なんか結構やばかったですね、なんだこの街はみたいな。そうそう、そういう街でだからオリンピックもやっちゃったんだよね。そうなんだね。日の汗の感じなかった？私だって外出ないわけですよ。外出れなかったんですよ。帯同者2人必要で、私が未成年が、ああワールドスケートのスタッフ2人以上必要だ。連れていかないと外出れない。そうなんです。スラさんとかに行ってもらう。でもスラさんもスラさんでやっぱり周りの人の面倒を見なきゃいけなくて、まあ、スラさんは1人しかいないからね。選手いっぱいいるけど、スラさん、ね、ああ飲み行きましょうよ。全然行けなかったですね。私は他のもう18歳以上の人たちは大人1人連れてけばもうみんな行けたんで、結構行っちゃって、逆にそれで行っちゃってスタック足んなくて私行けないみたいになってました、ね、そうか、18歳以上でもないわけだもんね。そうです。うーん、じゃあほとんど選手村だ。ほとんどもう最終日以外全部選手村でした。なるほど。日野が全然出てこないから、俺オリンピックの日ひなののばあちゃんと昼飯食ったんですよ。あ、そうなの。ひなののばあちゃんがなんかこう会場に来てて、ひなののなんか親戚たちみたいに来てて、うんうんうん、ばあちゃんもさ、ひなのが出てこなかったら会えないわけだもんね。そうなんですよ、うん、だからその入った時にそのスケートパークから出てこれて、そのギリ会えるみたいなところでちょっと会った後は、うんうんうん、普通に俺ひなののばあちゃんとそのひなののマネージャーとなんか何人かで一緒に飯食うみたいな、結構謎の本人はいないけど、母ちゃんだってあの耳も来ねえし、そうって超ふざけてんだよ。俺握手ついた時にふざけて母ちゃんに電話し、いねえからいるかと思ったの初め、うんうん、でもいないから電話しても出なくて、うん、なんであいつ出ねえんだよと思って後日聞いたら、もう電話もテレビも何も見ないで家にいて、うん、もう心配すぎて見れないって。いたらしいんだよ。公園とかにも行かない。そうなんだね。まあでもオリンピックとかで行くとね、大変だよね。その母ちゃんがもう勝手にね、自分のことじゃないのに自分のことのようにとんでもなく重たく感じちゃったりとかするから、ああ、プレッシャーに負けるみたいな。負けるもクソもお前には本当は何もないんだと。でもそうなってたらしくて、それがもう超笑えた。まあ母ちゃんも母ちゃんに戦ってたもんね。そうだね。うん、なるほど。面白いね、オリンピックでもね、うん、いろんなことが、うん、でもその後オリンピックじゃなくてさ、そのりんたろーが一緒に行ったさ、はい、割とオリンピックのすぐ後にもあったよね。そうですね、2週間後とかにはね。そっちはどうだったの？街で遊べたとかなかったの？ひなのはなんかあんまり遊んでなかったっすね。ひなのそういうのあんま興味ないですよ。そうなんだ。結構ドインキャタイプで、もう部屋で一人キュッカにいるみたいな感じなんですよね。りんたろーは遊んできた？でも初日まずポートランドに着いた日、ピピピピピ結構夜だったんですけど、うん、そのまんまホテル行って、うん、まあ今日は終わりかなと思ったら、お腹空いたってなって、うん、伊藤美優と日野と一緒に行ったんですけど、はいはいはい、で豊田君とか見て、そうですね、2日目からたまたま合流しました。すごいメンバー。初日からポートランドのちょっと危ないエリアにあるマックに行って、うん、もう僕も初海外だし、アメリカの夜ってやっぱ危険だなって。そうなんですよ、アメリカの海外もやっぱ危険なんだろうなと思ってて行ったら、まあ案の定ちょっとヤバそうな感じで、うん、とりあえずもう決まってるやつらだらけみたいな、うんうん、そなんか マックの注文の入り口もなんか超ちっちゃいし、うん、でそこで注文して待ってる間とか結構気が気じゃなかったですね、うん、早く吸いたいしみたいな。自分もそわそわみたいな。そわ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 しつつ、あれは、まあ、あのコンテストはあれだよね、男子だとユーロが優勝したみたいな。いや、男子のメンツがすごかったっすね、うんうん、クリス・ラッセルも、うんうん、コンテスト久々になんか出てたりとか、うんうん、いや、でもオリンピックにせよさ、そういう大会にせよ、海外、まあ、ドバイだのさ、ムダペストのどこだよみたいなとか行きまくってるんじゃん、うん、そうだね、すごいですよね。すごい体験ね、見たこと、みんなが見たこともないようなところでね、多分あんまり時間がなくてじっくりは見たりできないらしいんだけど、うん、でもそれでもなんか飛行機降りて空港を外ちょっと見るだけとかでもね、じゃあこれはみたいなね。なんかその中でも超この国ヤバかったみたいな、アルゼンチンですかね。おお、ヤバそう。もう一生行きたくないですよ。一生行きたくない。なんでだよ、行けよ。いや、もうまず飛行機、うん、トランジット合わせて40時間かかって、あ、まあ確かにね、めちゃくちゃ大変なんだよ、裏側だもんね、うん、プ
クラス、まず40時間まず40時間っていう一個あって、うんうん、そこからもうど田舎の方で、うん、アルゼンチン、アルゼンチン、お前が住んでるとこも田舎じゃねえか。まあまあ、まあ、つくばなんですけど、まあで、洗濯機もないみたいな。でもズボン、うん、ホテルに、ホテルに、うん、あ、まあ、ホテルですね、うん、で、もう洗濯機なくて、え、どうやって服洗おうみたいな、うん、T シャツと、うん、まあ、下着類手洗いして、うん、パンツは、うん、2日間同じの履くみたいな生活してて、お前2日間なんてそんなのみんな2日以上履いてる。いやでも、まあ、汚いじゃないですか。なんかスポーツしてそう、もう砂ぼこりすごくて、はい、汚いみたいな。砂ぼこりだお礼みたいな。そのまあでもそういうのは清潔に保とうと思ってるからね。さすがにちょっといいんじゃないの、ね、俺はそうじゃないけど、まあ、それでいいと思う。いいじゃん。あれちょっと綺麗好きってことでしょう。うん、まあ綺麗好きではないんですけど、うん、部屋とか汚いんだっけ。マジ汚いです、ね、なんかぬいぐるみとかがめちゃくちゃ転がってんだって母ちゃんによく言ってた。お母さんがオリンピックの時に、うん、オリンピックの前か、うん、部屋模様替えしろってしてくれて、なんでしてくれ、してくれて、自分的にはされてって感じなんですけど、うん、まあされて、あ、勝手にしようんだな。そう、なんかいや、やめてくれよって言ったの。え、そう、嫌だったんです。自分結構汚い方が好きで、そう、掃除したかった。汚い方が好きで、汚い、いや、いいじゃん、パンツスカ履いても。それは違うんですけど、で、汚い方が安心するんですよ、自分の部屋だみたいな。いや、やべえ女だな。この放送バレた、バレた、バレた、ひなのってもうマジやべえやつだな。本当に、うん、最近やべえとこで育ったからやべえやつだって。いやいやいや、それ以上にやっぱもっとやべえんだなって。最近ちょっと気をつけてはいるんですよ。桁違いにクソやばいかもしれないし。何に気をつけてんの。え、もうできるだけ部屋のものを出さないっていう、使わないっていう。なんで？でも使いたいものがあっても、うん、いや、どうせ汚く、箱から出さないって。そう、もう汚くしちゃうから。箱がどんどん積み重なっていっちゃうだけでしょ。でも、部屋のものを一切手をつけないっていう、触らないっていう。そう、頑張ってて。そういうことだ。出して片付けない。そう、出して片付けるっていうことができないんです。なるべく触らない。なるべく触らないっていうのは心がけて、うんうん、何も持たなければいいんだよ。そうなんですよ、うん、ミニママ、うん、あるよね、うん、ベッドもいらないみたいな。そう、床あるある、そういう人いるよ。だよ、うん、ライなんてあの寝てるところコンパネの上だって言ってたよ。あんまね、何もなくてコンパネの上にこうやって寝てるらしいよ。やばいね。ライはっていうのは今ケンジ君家に居候してる、あ、そう、イゾパークビルダーの。そうだね、ちょうどだけ来てる人、日本語喋る外人、ね、うん、ここが変だよ、日本人でしたもんね。そうだね、テレビ局のね、うん、そう、ラーメン屋で食ってる時にそれを放送されてて。でも日野ちゃんから前に聞いたけど、うん、あの人パークビルダーってやっぱ専門職だから、うん、アメリカで仕事をしてる時に時給70ドルとかめちゃくちゃいい金もらえるんだよ。でしょ。そう、だから日本なんて比べ物になるんでしょ。なんないんだよ。ただアメリカはなんかいろんなほら食い物とかも何でも高くなっちゃってるけど、それにしてももらえる給料がすごいよね、うん、半年働いて半年遊ぶみたいな、本当に時給1万円ぐらい、うん、そう、そう、アメリカ行って働けばいいんじゃないか。だからひなのも英語喋れるようになってね。英語喋れなくてもコンテストとかをとにかくアメリカのコンテストとかにすぐ出ちゃう、うん、でも金どんどん賞金、あ、そういう、うん、賞金でも、そう、でもなんかまあね、そのちょっとまあ今後の話もしたいなと思うんだけど、うん、ね、そろそろ終盤なんで、今後、まあ、LA のオリンピックとかあったりするだけだ、はい、やっぱ狙ってるんですか。そこを目指すっていうよりかは、まあ、一つ一つの大会で成績を出したいなっていうのを思ってます。やべえ、ちゃんと洗練されたコメントになってる。うん、でもちゃんとは答えてないみたいな。どっちなんだ、政治家、政治家、うん、でも自民党のなんか偉いやつみたいな感じで、ごめん、そうじゃねえんだ、ちょっと話そらしてるみたいな。適切な対応、適切な対応をしますみたいな。そういう感じなので、ね、これからも勤めてやっていきます。いやいや、そうじゃなくて、やらない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 、やつ政治家みたいなやつだな。多分あのやっぱスケーターじゃない人たちと普段話してるから、そういう仕込まれたりとか、ニュースとかでやっぱりね、こういうふうに答えなさいよ、出ちゃうよ。だからそのよくわかんない会社の社長とかと話すときに、お前いやらしい世界にやらしてまーすって、あのちゃんととりあえずまーみたいな、うん、いやコメントに出てきたね。いやうん、染みついた？そういうの。そう、もうこの答えは毎回同じにしてます。LA のオリンピック。定型文出してくんじゃねえよ。だって毎回言われるん
んですもん。よくあほか、LA 目指してるんですか。そう、もうオリンピック終わった瞬間に、次の4年後についてみたいな。で言われですか。でも、そこに対しては実際問題、こうちょっとイヤイヤしてるのかな。一時聞いてくんじゃねえよ、それって言ってるやつ。そんな心配してんじゃねえよ、そんな心配してんじゃねえよ、てめえの生活のことしか知らないんだよ。言いてる、俺のことなんて聞いてねえよ。そうだよね、本当。僕も聞いたけどさ、今もうメンタルが安定しなさすぎてダメでしたね、あの時は。え、あのメンタルが。そう、あの時って、まあそれ聞かれることに対して、まあ、聞かれることというか、オリンピックに出るってなってから、もう最初やっぱり世界大会出るって時も、自分の滑りをみんな見せたいだけだったんで、全然なプレッシャーとかなかったんですけど、やっぱりね、世界ランキング2位とかなって、もうみんなからオリンピックで1位でしょみたいなことを言われるようになってから、期待されてね、そう、オリンピック出なきゃいけないっていう頭になっちゃって、そこからちょっときつかったですね、自分的に。やべえ、なんかバスへの酒場で飲んでるお姉ちゃんのやつ、こんなってきちゃった。ああ、実は私昔オリンピック出たことあってさ。マジプレッシャーとかやばくて、みんな聞いてくること同じで、俺LALA とかさ、ちょっとガチャーとかって。それは答えも同じになる。むちゃくちゃ切れちゃうおばさんに、ね、35ぐらいの時になってる。うわー、やべえ、じゃあこう、この後スケーターとしてどうサバイブしていくかは今模索中？いや、そうですね、本当にめっちゃ考え、コーチ言うからさ、そう、いや、来月短波行ってきます。そうなの？へぇ、あ、短波のあのコンクリートのコンテスト、はい、やべえじゃん、オペラがやってるんで、ね、そうだ、そうです。なるほどな、コブの目で誰かと目指かって止めちゃねえかなみたいな。え、そうだ、もう行くの？俺は行かないです。そうなんだ、すげえ、平野だけ一人で行くの？あ、いや、そう、ストリートの子たちと行って、なんか短波って、こう、引率のなんか先生みたいなのがいるんですよ。はいはいはい、親。いや、短波に向こうにいるの？いや、こう、日本から連れてってくれる。俺の時は、あの、ハイパーダイスケ君だったんですけど、こう、あの、なんか、誰かが多分、こう、バッと連れてってくれるんですよ。まあ、でもそうだよね。でもなんか、やっぱみんな口をするっていうのは、短波はちょっと違うってようなことを言うよね。なんか感じた？トミソ行った時に。俺はまあコンクリートジャムしか出てないけど、まあコンクリートジャムは結構、でも今とルールがちょっと違くて、俺の時はコンクリートジャム、あの、誰でも緊急で行けたんですよ。あの、もうだからドロップインしたことないやつも入ってきても大丈夫みたいなこうルールだったんですけど、今はなんかこうエントリー制らしくて、エントリーつうかなんかこう誰かの紹介がないと出れないみたいな。なるほど。で、俺の時はその45分だか30分ぐらいのセッションなんですよ、バーって。ね、でもなんかその最初の15分とかはもうわけわかんないやつとかが床でショービットしてるところにダーって誰かが突っ込んじゃうみたいな。お前はもう出るなーみたいな感じの力で言わせて、結構バーンって誰かとぶつかっちゃって救急車みたいな感じだったんですけど、今は多分もうちょっとクリーンですね。キッズとかも多いし今なんか、この時は結構やばかったですね。ダメ、ダメになっちゃった。一人なんか、ヒップを飛んで、なんか、二度乗りして、頭打って、なんか、めちゃくちゃ痙攣しちゃって、なんかみんなで抑えて、泡吹きながら救急車で運ばれてったやつとかいたんですけど、それとなんか、スラムオブザイヤーってやつ持ってたんですけど、なんか、まあ、今とは多分結構違うですね、雰囲気が。あ、そうなんだね。俺の時は結構スケッチだったんですね。男女出れるんですか？もう誰でも多分大丈夫。そこにひなの出るやつもそういう感じなの？あ、です、多分。もしかしたら、ね、使ったりしてやられないように気をつけた方がいい。それこそあの、ないように、孫ちゃん西川誠と田中がコブの上でぶつかって、孫ちゃん強いから割と無傷だったけど、アキラかなんか2回転ぐらいしてたの。俺結構あれトラウマっすね。やばいね、日本人同士まさかのぶつかった。世界中から集まる場所で日本人同士ぶつかってる。アキラこう回って横に回ってたんすから。へえ、まあでも短波とかに行く予定があるんだね。あります。それいいね。そこでちゃんとね、いい感じに残していけたらなって感じですね。そうね、まあそこは記録より記憶的な場所のような気がするので、ね、なんかみんなの印象に残るような感じで滑って、まあそっからそっからっていう感じなんでね。はい、来年も再来年もどうなるか分かんないけど、じゃあまあ次の LA は8歳がトリプルフリップしてる。8歳がチャイニーズオーリーのトリプルフリップでイン。うん、多分それスタートが基準になってくるんじゃないか。なるほどね。それが基準なんだ。全員やるんじゃないみたいな。いや、そ
そっか、まあ、今後の展望もね、まあ、聞いたところでそろそろ時間も時間なんであれですけど、うん、まあなんかちょっとじゃあ言っときたいこと、言い残したことなんかあります？言い残したこと、うん、面白いこと言えよ。それができんじゃん。その無茶ぶり本当苦手なんですよね。そうだね、うん、だそういえば前回俺が最後に言った車のなんかその半端ないやつに出すみたいなそのやつ俺マジでメイクして、ちょっと待って本当に俺なんかその車のなんか本当に倍率7倍ぐらいのその先行のイベントがあって、そのもう全国の車好きたちが自分の車の写真と何を改造したかを書いてエントリーするやつにマジで受かって、俺先週末ぐらい3個ぐらいイベント出してきたんですよ。俺のレガシーついにあれを持っていくんだね。そうなんですよ。前回一番最後になんか車のイベントがどうのこうのって言って、車のあのイベント、それはもうスケートビデオと一緒なんですよって話をしてて、マニュアルトリックもなきゃいけないし、でかいのもなきゃいけないし、カーブもあってみたいな、バランス感とか、バランスが大事なんですよ。だからワンチャンその軽自動車を改造してもバランスさえ良ければいけるんですよみたいなこと言ってたやつに撮ったんだ。メイクしたんですよ。本当にメイクして、ね、優勝したりするとなんか金がもらえたり、優勝したりするとなんかその使ってるホイールのブランドの広告になったりとか、うん、その結構そういったか、うん、スラッシャーみたいな、うん、そのなんかそっち系のなんか本みたいなやつに結構もう両開きでバーンみたいなのもあるんですけど、まあ、俺はまだそこにはいけてないんですけど、はいはいはい、まあでもそこを上り中だ、割とそこまで行ったって感じですね。いやね、家のドアの前にタイヤ4個積んである。分かりやすい家なんです。タイヤ4個積んであることに対してジュンナちゃんはどうなの？いやまあそろそろ多分怒られるから。結構ディアゴスイーニみたいになってきてるね。週刊レガシーを作ろうみたいになってきちゃってる家が。いやーそれはやばいね。やばいっす、行ったんですよ、メイクしたから。だからひなのもなんかこうメイクできそうな、じゃあもうこのまま行くと今日のゲストは富川聡太でした。いやーですよね、持ってかれてるよ最後。いやでも今年マジでメイクしたいのは、彼氏を作ることなんですよ。え、何？彼氏を作ることなんですよ。ちょっと面白いやつだな、お前。セーフでした。今のセーフですか？すごい面白い。あ、よかった。どういう彼氏が面白い？そこ大事だね。理想の彼氏像を聞いて終わりにしようかな。そうね、まあ、ゲストの話、どういうなんかいろんな制限があったりするのかって、年齢のことだったら、まあ、年上がいいんですよね。年上がいいの？上がいいです。上は何歳までがいいの？上は結構、60とか。え、でも全然おじいちゃんだよ。もしこれね、60歳の人を引いてたら、おっやばい。でも、あれで俺んちのあの隣の幼稚園に来る子供のお父さんで一人、61ぐらいの人がいて、子供まだちっちゃいんだよね、2、3歳ぐらいとか。奥さんが若いとか？奥さんは多分35ぐらいだろうな。だから年は離れてる、25とかね。ありえる、ありえる。いや、そういうのでもいいの？いや、でも嫌でしょ、それは。え、でも全然20代前半とかだったら、だからいいんだ。まあまあまあ、そうするとあんまり変わんないよね。いや、でも20代前半でさ、だいぶ年上だよ。まあそうですね、6ぐらい上になるじゃん、5、6。これでね、これがオンエアされてる時ぐらいにひなのがいきなりなんか中学生の男の子とか付き合ってた。いや、マジでめちゃくちゃおもろいっすけどね。年下と同い年ないんですよ。かました。同い年もない。同い年もないです。主にバリがあって。他になんかない。これだけは絶対譲れないです。今もう熱中してるものがある人。あ、熱中してるものがある人。まあそれ、スケボーとかじゃなくてもいいの？あ、で、あ、スケボー、スケーター嫌なんですよ、もう絶対スケーター嫌で。スケーター嫌な？スケーター無理ですね、もういい。そうなんだ。じゃあなんかもうゲーマーとかはなんか、あのなんか車がスケボーのビデオと一緒だとか言ってなんか頑張ってる人とか。いや、ちょっと車好きじゃないんで。わかんない。熱中してるものだったら割と何でもいいって感じ。まあ、そうだね。チャリチャリ盗むのがいい。スポーツやってる人がいいですね。チャリ盗んで警察に追われて逃げる。これはスポーツだ。家帰ってきたらまたチャリ超えたのみたいな。記録が出たんです。ストリートスポーツだから。ストリートスポーツは暴れた時に一番速い記録が出た。メモったりとかして自慢話みたいな、いろんな街でさ、いやー、だからもう最高にね、受けるわけだから。あ、窃盗ってスポーツだったんだ。そういう大人かっけえ。なりますかね、概念変わるかな。そうだね、
じゃあまあひなのはあの犯罪者と付き合うのが夢めて締めていいのかな。やだやだ、スケーターは嫌なんだね。スケーターは嫌です。そうなんだ、それなぜゆえに、なぜゆえに、いやスケーター広まんの早い、近いし、な噂が広まったりするの早い、いやね、うん、でもスケーター気まずいですもんね、会うと。まあ聞いてる、聞いてるスケーター全員残念だけどね。オリンピアンメイク不可みたいな。そっか、ちょっとまたスポーツやってる子がいいですね。まあスポーツに熱中して、まあなんかして、まあ、年上でサーファーとかね、うん、サーファーチャラくないですか。オカサーファーとか、ね、サーファーはチャラ。もうガチでやってる人とか、逆にすごい仙人みたいな人とかいる。確かに確かにすごい、ね、インラインスケーターのすげえすごい。そうだね、ジャパニーズグレイソンフレッチャーみたいな。そうやばい、ね、X リーも出るやつね。あ、確かに、うん、バイク乗ってる人とか。アクションスポーツ系とかは、アクションスポーツどういうあれ、そのスケボー自分のいる世界だよ。あ、そういうことだ。ゲームとかでやってるようなやつ。え、結構見ますね。ブレイキン、じゃあ付き合えるの？ブレイキン、だから付き合える、付き合えないけどだったら全然付き合える。もうそういうあれがあるんだったら全然付き合えてるぐらい。何があるの？そういうアクションスポーツとかで、ブレイクダンス、もしいい人がいたら全然付き合えてるって感じですね。ね、彼氏が欲しい。まあでも今年あとね、もう数ヶ月、そうなんですよ。じゃあこれ出た時には結構もう割とタイムリミットって感じだったんだって。クリスマスぼっち生活多いなみたいな。まだ今だぼっち生活なん16年間。ああ別にスケボーしてるんだから別に。誰かいる、握手作るや、誰かいるしょ。だから嫌なんですよ。なんか負けた気になっちゃって、クリスマスにスケボーみたいな、クリスマス遊ぼうよみたいになって、幸せだろ、クリスマスにスケボーできる。そうだよ。今日も平和だなって。高校生です、私。トナカイの絵とか描いて、確かにそう、JK だったわ。今高校生なんですよ、もう周りの子たちね、キュンキュンしたいんだね。キュンキュンしたいですね、貸してほしいです。じゃあまあ有言実行してもらうためにはあと2ヶ月くらいしかリミットがないってことで、はい、やばいっす。言ったからにはね、ちゃんと、そうですね、ちゃんとやってもらわないと、ね、来年までしようよ。いや、まあ今年いっぱいって言ったからな。そうだね、これで言ったら結構いろんな層が効くっすからね。しかも割と締めってなってみんながちょっともう一回集中し始めた時に、そうだね。あ、誰かから DM、 あ、 DM 待ってます。スケーターしか聞いてない。スケーターしか聞いてない。ダメか。そうなってくると、もうスケーターの30代オーバーぐらいのリスナーが一番多い番組なんで。ダメか。スゲさんとかね。スゲさん最高。酔っ払って聞いてんだろ。自分もそこにいるような気がして、なんかもう最後多分気絶とかして、お茶割りとか緑茶杯飲んでるよ。ね、じゃあ後ろに彼氏を作るっていう宣言をしたところで、はい、締めていいですかね、ケンジ君。そうだね、ケンジさん最後に。でも一体どうやってってちょっと聞きたいんだけど、掘り下げ方法がない。あ、確かに。どうやってそれを見つけるんだって、スケボーしかしてないのにどうすんだよ。まあ、まあ、いなくはないですから、連絡取って。え、お、なんかそういうのがいるって、なんか見合わせながら終わるっていう、面白い終わらせ方だね。これは伏線を張るみたいなやつですね。階段みたいな感じなんだ。あ、そういうことか。またやるよ。年末に回収会、回収会が、回収会、伏線回収会があるわけだ。やばいな、それ超面白い。楽しみにしてね、聞いてる皆さんもそれを楽しみに待っていただけたらと思います。そうですね、はい、いいですか、イントロね。あ、じゃあ最後ね、全然喋ってないけど、うわ、やべ、何も考えてなかった。一回ぼーっとして、昨日コンテストでね、あの賞をいただいたりんたろー。あー、賞いいんだよ、それも光栄ですね。じゃあまあひなのメイン回なんで、いや、でも最後、まあ、ひなの最後、じゃあまあテレビ画面じゃあれだから、ひなのの顔にナス投げつけて帰る。ネクレアでいいっすか。クレアか、音だけクレアしゃべってクレシャッて、それのやつ。じゃあ、あのひなのがもし彼氏が年内にできなかったら顔面エクレア。あ、そうしましょう。そういう感じか。それなんかね、ストーリーで結構報告で、松野さんにメール送っときます。VHS から上がる。その時もう一回このラジオのリンク貼って。いや、今回ね、ソータは前回言ってたね、夢みたいの車の今回回収してくれたからね。そうだね、そうだね、すごい。ひなのもそれ回収してやろうとしてる。エクレアが顔にぐしゃってなったのか、彼氏とディープキスしたのか、クリスマスに、あぶねー、彼氏とエクレア食ったんか。あ、そうだね、その年間にしましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。シャラップ&スケートエピソード67。
今回のゲストはひなの、そうた、りんたろう、そしてけんじたなあかでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。その隅にはじゅなちゃんが見守ってくれてました。イエーイ。はい、ありがとうございます。すいません、突然押しかけて。収録場所は富川そうたハウス。変なこと言ってすいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マジカルモッシュミスフィット。なんでミスフィットって言った。